弾丸を食い止めた防弾ガラスバリスティック、シールド防弾とは、銃弾の貫通を食い止める性能のことである。英語では、バレットレジスタンス、バレットプルーフなどが使われる。防弾性の規格として、アメリカ合衆国司法省の装備調達基準として、国立司法省研究所が定めた、ない規格というものがある。見る規格では、見る STD-662。 ナトーカ名国共通企画スタナグでは、スタナグ2920で、防弾服に一定の性能を持つ製品を、防弾性があるものとしている。ロシアのゴースト企画では、5744から95によって、防弾着に一定の性能を保証している。単純に、硬い材料で厚い壁を作ることでも防弾性は、得られ、軍事目的や、 犯罪抑止効果を見込む場合は、そのような防弾がなされることもある。例えば、足利義春が天文19年2月に築城した中尾城は、鉄砲玉を防ぐために粒手を入れた白壁が塗られ、防弾の意識が、鉄砲伝来時期から城壁に備えられていたことが、わかる。しかし、外見では防弾であることが分かって欲しくない場合や、軽さや、 柔らかさ、透明性などが要求される場合には、特殊な材料が用いられる。防弾を意識した、鉄立ての使用は、日本の場合、戦国期より始まり、和本、伊賀ロのおしるべの記述によれば、天正12年、徳川家康が、伊賀忍者に、 終わりのカニエシロゼメで忍び込むよう命じた際、石垣で上から射殺される者が続出したため、鉄の盾30枚を与えたと記されており、工場船で用いられた。1881年には、ガンマンのルークショートに撃たれた賭博ブローカーを、診察した医師が絹のハンカチで弾丸が止まっている、ことを発見して、絹織物の防弾性について、論文を書いている。その後、 用人などが絹織物を何重にも重ねた防弾直キを着るようになり、実際にスペイン王アルフォンソ13世の暗殺も不正だ。試し道に使用された日本の鎧。ありがとうございます。